リバウンドはブラジル、後ろに戻します。ジェオバーニ、直接シュート、決まった。ジェオバーニのシュート決まりました。後半31分ブラジル1点を先制。キャプテンのジェオバーニの30メートル以上ありますロングシュート、しかもゴールキーパーの意表をつくシュートであります。ブラジルがついに1点先制。はい、ここからですね、パスするような格好からですね、まさに意外性ですね。すごいですね、ここですね、はい、キーパーね、向こう1回動いて左に動きましたね、本当に松本さんがおっしゃったようにパスをするようなふりをしてシュートを打ちました。